今後こう高齢者の人口がますます増える、はい、で人口は減っていく、はい、相対的に、まあ、少子高齢化まあ少子高齢化ってすごいネガティブな捉えられ方をすることが多いですけど、養老先生は必ずしもそういう見方じゃない。あ、もう全然関係ない。全然関係ない。え、これはじゃあいい点もあるし悪い点もあるでしょっていう。さあ世の中何でも同じですよね。はいはいはい、年寄りが増えるとそれほどまあ悪いことしないでしょうしね、うん、あ、まあ、そうですね、うん、元気いっぱいでみんな引き連れてさあ突撃とか言ってね、そういうことは減ってくるでしょうしね。僕らそう知ってますからね。あ、なるほどなるほど、うん、逆の面ももちろんあるでしょう、うん、経済から考えたらね、どうしたって元気がなくなる、うん、活性化しない、そう、ね、年寄りお金使わないし、はい、ね、それこそ年金問題もあるっていうことなんですけど、まあ、そうですね、はい、でもまあね、それはなんとかなるでしょう。働きゃいいんだから。働きゃいい。そう、自分が食ってくれなんて感じじゃないの。年寄りでもね、体が丈夫ならね。ただなんか例えばそのよく巷で言われることは、その若い世代がこう高齢者を支えなきゃいけないのがど辛くてしょうがないみたいな話があるんです。それがね、あんまりひどくなるとね、うん、仮にね、うん、逃げると思うんですよ、若い人は。もっといい国がたくさんあるだろうって。なるほど。そうでしょ、うん、だからそんなことあんまり心配する必要ないんじゃないかな。極端までいかないだろうと僕は思ってます、うんうん、逃げ場がない時代なら別だけど。ああ、そうですね、うん。日本にいたら税金ばっかり高くてやってらんないようなとこったらどっか行くでしょ。うんうん、そうです ね。まあ少なくともそれは全然可能ですもんね、そうそうそう、うん。なるほど。じゃあ別にそこに関しては。うん、例えばの話ですよね。うん。それも、だから、例えばここ30年ぐらいの話なんだっていう。そうそうそう。そういうことです。なんか一つのイシューを考えるにしても、なんかもうそれが未来永劫みたいな感覚になるけど、実はそれは結構次元的なことっていう。そういうことですよ。うん、だから次の世代、今生きてね、生まれてるぐらいの人たちが、年寄り良くて大変でしょうねって、うん。そう思うんなら、年寄り少し遠慮してあげればいいんですよ。ほう。それもね、自分のことだから気がつかない人が僕多いんじゃないかなと思う。実はね、ああ、まあ、結局別な言い方をすると、うん、年寄りが若い人を邪魔してるっていうことですから、それは時々考えた方がいいと思うんですね。うん、なるほど、なるほど。だけどこれ難しいね。それは。っていうのはね、まああんまり、そうですね、はきはき言うと、老人はやっぱり既得権持ってますからね。ああ、はあ、確かね、僕、どっかで読んだんだけど、遺産相続の相続する平均年齢が67だったか69だったか。すごいでしょ。いくらなんでもね、遅いんじゃねえかっていう気がするんね。そうですね、そう。相続させる方がじゃないんですよ。する方が。そうですね、うん。それによく出てるんじゃないか。よくね、これ、後継者なんですとか言ってる人もあるんだけど、うん、ひょっとしてお前さんがいるからじゃないかっていう。そこはやっぱりね、一度考えないで、本気で考えてね、うん、もし自分が本当に引っ込んじゃえば、はい、代わりにやってくれる人いるかもしれないんだけど、うん、いうことまで考えたらいいと思いますね。なるほど、なるほど。年配の人、言うとすればね。まあでもなんか、その、本気でっていう部分で、例えば本当にこの社会をどうしてったらいいんだろうっていうことの中で、うん、その、養老さんが、もう繰り返しおっしゃってることですけど、参勤交代の例が。それが、実はね、うん、場所のことを言ってたんですけど、はいはい、最近はね、年齢もあるんじゃないかな。年齢。うん、つまりね、うん、若い人って責任持たせないと伸びないんですよ。ああ、ちゃんと責任を与える。これはね、ガラッと違う。うん、まあでもそうでしょうね、それね。そうなんです、うん。まあ学生にね、例えば解剖やらせただけの経験でもわかりますよね。あれって結構大変ですから、はいはい、やっぱ本気でやんなきゃいけない。相手亡くなった方だしね、あんな経験全くないわけですから、そうすると、やっぱり病気になって入院するやつも出てきますからね、頭の病気多いけど、うん、でそのくらいストレスかかるものですから、うん、そういうことをやらせると学生は大人になるんですよね、うん、その分。ちゃんと責任を持ってやらせる。そうです、はいはいはい、で。そういうことですよね。仕事もだからやっぱり若い人にもうちょっと本当の意味で責任を持たせるようにしていく。うん、じゃあ、その先ほどの参勤交代が、その場所、まあ、今までおっしゃってたのは、その場所を田舎行って、都会行くっていう、はい、いわゆる参勤交代のシステムを導入した方が絶対いいっていうふうにおっしゃってましたが、はい、それは年齢のことでもある。そうですね。ということなんですよ、うん、年齢でも時々ね、若い人入れて、若い人にやらしとくって。うん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 、しょうがないです。失敗してもいいんですよ。しょうがない、それは、うんうんうん。すぐ今は失敗が一番困るっていう話になっちゃうから、安全第一ですからね。うんうん、でもそれは。教育ってね、はい、コストかかるんですよ。うんうん、それは僕長いこと学校にいましたから、はい、分かってるつもりです、うんうんうん、結局自分を育てていくにはお金かけるしかない、ある意味でね、うん、コストをかけるしかない、現金とは限りません、うん、なるほど。それはじゃあ失敗とかも込みでっていうことですね。そうです、うん、それを受容できる
幅を持っておくってことはコストっていうことですね。皆さん忘れちゃったかもしれないけどね、うん、安倍さんがね、はい、第1回の時に失敗しても回復できる社会って言ってました、確か。おー。彼ちゃんと回復してるじゃないですか。やり直しの効く。そうそうそう、はいはい、やり直しの効く。それは若くないとできないですよ。僕の年ではもうね、体力的にバテちゃうからね。うん、やっぱりじゃあその。お年寄りには進められないけど、うん、やっぱり若い人にやらせてみるっていう、やらせてみるというのも、本気で引いてしまって、任せるってことは大事なことですよね。これなかなかできないんだよ。それ、その、任せる側が。そう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 。うん、やっぱ相当思い切らないとできないことで。じゃあそこの、ある意味、思いっきりというか、その。そう、僕ね、個人のこと言って悪いかもしれないけどね。僕、大学辞め、東大辞めてから、20年経ってますが、ほとんど行ってないですよ。要するに、年寄りが顔出したら鬱陶しいだろうと。じゃあ、なるべく行かない。行かない。行かない。うん、顔出さない、うん。あとは任した。じゃあその、やっぱ潔さが求められる。年寄りには僕は それが一つ大事なことじゃないかな、という気がします。若い人、その代わり信用しなきゃいけないですよね。そうですよね。もちろんそうです、ね。結構大変なのに信用するの。うん、だって分かるもダメなのが。それは口も出したくなりますよね。そうそうそう。それはダメなんです。それは、言ったら口出したくなるから、行かないっていう。妨害。ね、結局。そうですね、うん。じゃあ任せるならもう、すっぱり任せる、うんうん。それをじゃあ思い切ってやらなきゃいけない。かなりやっぱり自分で思い切らないといけないと思うんですね。うん、そうですね。なんか。だってさ、農業だって、うん、農業人口ってすごく高齢化してるってみんな言うじゃないですか。はいはい。どうして若い人にやらせねえんだと僕は思う。そうですね。やらした方がいいけど。うん、けどが必ずついてくる。けど。だからそこは本気でない。今の状況でも いけるからやってるわけでしょ。なんとかやれちゃう。そうなん。なんとかやれちゃうけど、なんとかなってないかもしれない。そうそうそう。いうことなんですね。そこ難しいとこですけどね。やっぱり、変わるってそういうことですからね。うん、思い切って若い世代にバトンタッチさせないと。そう。半端にやったらダメです。半端にやったらダメ。ダメ。ダメですよ。だって、あ、まあ、ね、責任取らないしね。どっちも。ある意味、そこはもう、そう、思い切ってやんなきゃいけないタイミングでもある。そうです。今が。僕はそう思います。先輩方。だって、農業なんてどうしても必要な職業なのに、それを年寄りにやらせておいていいのかっていうのありますよね。うん。それはもちろん人口減っていくんだから、そんな入れ替わっちゃったらやる人いないよって。困りますけどね。でも当然今たくさんいるわけだから。できてる人がね、年を取っても。少なくとも全部そう取り替えるなんて言ってません、私は。うん。その、任せられるところは、きっちり任せる。そう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 、